はいどうもカッパ園長ですじゃあことごとくね、ね逆になんか自民党、この自公、この日本政府、ねまあ、与党も野党もか、全部ひっくるめて、今のこの国会議員どものおかげで、何かこの日本のこの世の中、日本社会、まあ、日本国民でも日本企業が対象でもいいんですけども、も、まあ、広く日本社会にとってね、ね いやーこの人たちのおかげで、ね、こんなにも、ね、これについて、ね、こういう課題があったんだけど、問題があったんだけど、こんなにこに解決して今、こんなにも素晴らしくなっているんです。何かありますかね <laughs> 悪化する話はもう山ほどありますけどね。例えばこの外国人、ね、あのもう毎日、ほぼほぼ毎日、この外来種、ね、不良外来種どもにこのやらかすことで、ね、我々日本国民が、ね、痛い目を見るっていう話は。 もう僕はだって拾い、追い切れてない分まで含めたらもう、毎日、365日、24時間、え、言い過ぎじゃないと思いますよ。日本全国各地で、ね、危険にさらされている、っていうかもう危険な目にあった、被害にあった、ひでえ目にあったっていう日本国民、もう毎日毎日増え続けてるじゃないですか。ね、なんか取られた、壊された、犯された。え、だってこれについて何の対処もしてないって言っていいんじゃないのねえ。 おまわりさんが逮捕するところまでは行くんだけどねそのあとの始末が全然ついてねえじゃん謎の不起訴じゃあ国外退去してんの強制送還してんのっつったらそこが怪しいじゃんねだってふなんかもう逮捕歴っていうかさねえ歴があるやつね山ほどいるじゃんってことはやらかし続けてるってことだよねえなんでこの二度と入国禁止っていうところまでやらないの ね、起訴できない、うんあの、その理由はもう分かったんで、うん、なんでだよ、やれよ、そんな風にも,もう最近思わないです。できねえんだったらもうしょうがないから、やんなくていいから、せめて、ね、せめて国外退去にしてくれよ、強制送還してくれよ、それもできねえのじゃあもう呼ぶな、日本に入国させるなよ、うん、えそう思いませんそんなこと言ってる僕がおかしいんですかね、まあおかしいかもしれないですけども。 な技能実習生、ねええー、と400人、これ400人どころじゃないと思うけど、まあ、なんか18年から22年のこの5年間で、えー、とこれ、島根と鳥取限定ですけどね、うん、400人行方不明なんだって、たった2件で、ね、5年で400人、ね、ばっくれてるんですよ。だから全体だと、もういくつになるんだよって。 それでもまだ続けるってうんだからさ、えーとね、全国だとね、もう3万9906人だから4万人だよ、4万人。400しかも島根と鳥取に限定、絞ったのは何のためなんだろうな。まあ、これ、媒体がね、この参院中央新報っていう、向こうのこの媒体だからですよね。だ日本全国にすると4万人、5年で4万人だって、行方不明が。 もう移民難民政策、ね、もう全撤回もう180度9000回ではもう閉じろ、うん、もう今の日本社会には、ね、日本まで日本人たちの日本国民以外の人たちと、ね、あのなんていうのかな同じ社会にこの共同生活っていうかさ共生か、うん、あの無理できない準備できてないもん何にもただそれをやることで、ね、この私腹を肥やす ね、甘い汁吸えるからっつってねこの関わってるやつらが、ね、好きかってやってるだけで全然できてないじゃんだって実際、うん、中止しろよ、うん、いや別にこの,あの技能実習制度だって呼び方変えただけじゃんこの間何か言ってたのってなんだっけちょっと忘れちゃいましたけども、うん、何級何級みたいな,なんかそんなあの クラスチェンジみたいな、このジョブチェンジみたいなのいらねえからよ。うん。もうなんかこれ以上よそからもう人勝手に連れてくるの禁止してくんねえかな。うん。だってなんかやらかした時の、ねい、いつ何時なんかあった時のこの対処っていうかルールっていうかそのなんかそういう仕組みが何にもできてないんだもんだって。うん。しかもすごいのがさ、例えばね、まあ多分やったことない人がほとんどだからわかんないと思いますけど、この偽造ってあるじゃん。いろんな。 証明書とかもなんかもう公文書でも何でもいいんですけど偽造偽物作るってそういう行為って、まあ、基本犯罪じゃんでしかも結構厳罰ですよねでしかもこれが紙幣お金ってなったらもうなかなかでしょ不起訴ですよ外国人がやった場合はは意味が分かんねえんだけど一万円札偽物作ってでそれで両替した で逮捕されたで不起訴処分偽札ですよ偽札それで不起訴全く意味が分かんないんですけどここまでさねえこの外国人もう優遇っていうレベル超えてるよねなんだろうねこれねえじゃあ不起訴にした理由は、まあ、問い詰めて、ね、えなんかもう調べが進められねえっていう情けねえ状況それのまた繰り返しだとしましょう うん、えこんな状況ずっとダラ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 続けてていいと思ってんのかな本当に政府とか自治体とかなんかこの上の連中はさ偽札作ってんだぜ偽札偽一万円札作ってねそれ使いましたでバレましたで逮捕されましたこれなんか熊本らしいんですけどもねうん何不起訴って意味が分かんねえんだけど で国籍も明らかにしてないんだよねどういうことなんだよんん取り締まれることもできないだからもう管理できないんだろ結局ね金ばらまいてさ勝手にうんあちこちからこの世界中から連れてくるのは結構だけだよいやもう結構じゃねえ勘弁ならねえよいやもう完全に犯罪者天国じゃんえ外来種天国で犯罪天国ですよスパイ天国ですよ うん、何なの？これ？いや、これをなんか正当化する。なんか理由がそれでもなんか目をつぶってね。このままなんかやり続けないといけない。なんか理由があるの？絶対ねえだろ。 まあ、わかんない僕はもの知ってる側じゃないからさ、もしかしたら、いやそれでもね、偽一万円札何、何十枚、何百枚、何千枚、何万枚と、ね、日本社会にこの流通させて、ね、社会が混乱したとしても、それでもこいつらを、ね、呼び続けなければならない、ね、日本でやりたい放題、やり続けてるのは知ってるけども、ね、不法行為、はんね、もうギャング団率いてさ、ね、やりたい放題、暴れ回ってるのは、 目の前で展開されてるのは分かってるけど、目つぶり続けなきゃいけない、なんか正当な理由はなんかあるんですかねいや、これもうなんか、もう説明つかねえ。でももうなんか今、だったらもうなんか、本当それこそ国会議員ってまずいらないよね。何のための政治家だよ。んまあ国会議員だけじゃないけどさ。うん。ね議員もそう。ね役所の官僚どももそう。うん。 だから都道府県とか区市町村のこのね、まあそのそ、そうだな、都道府県、区市町村の議員の方々はまだなんか地元のために行って動いてる方々が、まあ、たくさんいると思うんでね、まあ、全員ではないにしても、まあ何にせよ、こうなんかとりあえずもう国会議員は全員首でいいんじゃないの、一回。うん、でもう今やってた、今までやってたやつはもう全員、あの次、なし。 なんかやっぱり選挙はやりますってなっても,も、立候補禁止、もう今後一切携わるの禁止、うん、その資格ないだろ、だって、やる気もねえし <laughs> え、誰かいますかね、この人だったらって、う僕の中じゃもうゼロですね、うん、あるいは、そうだな、靴沢さんたちがなんか、ね、じゃあ代わりに国政で、あ、そうだよ、だから、今までこ国政に携わったことがなくて、これからっていう人たち、 だけでやっってもらった方がいいいんじゃないの経験値不足、それは経験すれば勝手にたまるだろう。うん、で下手こいたらやっぱり、まあねうん、責任取ってもらうしかないけど。とりあえず今まで散々好き勝手やりたい放題やり続けてきたやつらはさ、ねうん、もう全員もう解雇というか、クビというか、うん、二度とこの政治に携わるの禁止処分。うん、もう全員逮捕でもいいと思うけどな。 ねもう税金使ってさ私服壊してさ散々日本社会混乱させてぶっ壊し続けてきたやつらもうどんな罪にだからもうほんとあれだよね国会議員罪みたいななんかよくわかんないのもう新しく作って全員なんかもうほんと始末してやりてえよマジでアホなことばっかしくさって <laughs> 何が法律違反は文化だよなめてんのかうん あいつらが、そう、だから立法府、ね、政治や連中がもう不法行為やりたい放題やり続けて、それが文化だなんて言っちゃうぐらいだからさ、ね、こうやってよそから来た、うん、だからいわゆるこの、あいつら以外の、だ一般人ですよね、うん、の、うん、法律違反とか犯罪とかを、ね、きっちり取り締まれるわけがないよね、だってその資格がねえよ。てめえが悪さしてんだからさ、お前に言われたくねえよって言われたら、何も返せねえだろ、こいつらは。うん。 そうだよだからまずあいつらはこの逮捕して始末するとこからだなうんじゃないと犯罪者は取り締まれないうんそりゃそうだよ、ね、だってあいつらにその資格がねえんだからさその前にてめえの始末つけてこいよって言われたらおめえじゃんうんそうだよだからだようんこいつらこそが犯罪者だからだ犯罪者に仕切らせてるからダメなんだそうだ分かったうんじゃあ国会議員全員逮捕だなうんそっから始めよううん 割と本気の、えー、カッパでしたでは